気象速報です。佐賀県に大雨警報が発表されました。該当エリアを見ていきましょう。現在佐賀県に大雨警報が発表されています。唐津市、伊万里市、玄海町で大雨警報が発表されております。現在も雨の降り方が強まっておりまして、油断ができない状況です。いただいた報告でも見ていきましょう。こちらは皆さんから過去60分間にいただいた報告をまとめたものです。オレンジが晴れ、グレーが曇り、青が雨となっています。報告してもザーザーレベルの報告が九州多くなっておりまして、佐賀でもそういった報告が先ほどよりも増え始めております。この後も強まる可能性がありまして、雨の強まりに注意が必要となります。ぜひアプリからも警報注意報チャンネルで最新の情報を確認していただきたいと思います。では実際に見ていきましょう。減災防災の欄にありますこちらの警報注意報チャンネルです。現在発表されている警報や注意報をまとめて見ることができますので、ぜひご確認ください。